伝統的な鉄アレイ。重しの形が鈴のように見える。鉄アレイまたはダンベルとは筋肉を鍛錬するために用いられる棒の両端に中鉄製の重しがついた体操器具である。鉄アレイ、鉄アレイとも書く。古代ギリシャで用いられたアレイ。アテネ国立考古学博物館所蔵4世紀シチリアに残されたモザイクな着脱式鉄アレイアレイは 重量による負荷を運動に付与することで、筋力をつけたり、消費カロリーを増やすなど、運動の効果を高めるものとして利用されている。様々な製品が流通しており、利用の目的や利用者の体力に合わせ、様々な形状のものがあり、トレーニングのために筋肉を意識しやすいように、握りでの部分の形状が工夫され、重量も目的に応じて適宜選べるようになっている。 プラスチック製の容器に水を充填して使用する簡易な製品をはじめ、重量のあるものでは、重しの周辺にゴムを巻いて、騒音対策をしたものなども見られ、重量も様々である。日本では1990年代後半頃からの健康ブームの一端で、ダンベル体操という家庭向けのフィットネスも登場しており、ホームセンターやスポーツ用品店などでも見かける。 固定式鉄アレイアレイの前身は古代ギリシャで用いられていたハルテレスとされている。半円形の石に持ち手の穴を開けた形状でウエイトトレーニングの他に走り幅飛びの際に用いられていた。古代ローマにおいてはシチリアのビラロマーナ出るカサアレイに現代のアレイによく似た器具で運動する女性を描いたモザイク画が残されている。また、インドでは千年以上にわたり、 なると呼ばれる棍棒の一種をトレーニングに用いていた。英語のダンベルという表現は18世紀イギリスに登場する。1711年、イギリスの随筆家、ジョゼフ・アディソンが日刊誌、スペクテーターにてダムベルを用いた運動に言及している。ただし、ここで触れられているダンベルの具体的な形状はよくわかっていない。オックスフォード英語辞典にも、 教会の鐘を鳴らす器具に似た、ただし鐘部分がなく音のしないものとの説明があり、西洋式の鐘付きである紐を引く動作に、運動であった、あるいは、教会のハンドベルの下を取り除いたものを、ウエイトトレーニングに用いていたとの俗説もあるが、正確な出典は明らかになっていない。日本語の、アレイは、ダンベルを直訳した語であるが、 押しの字は現在差別用語とみなされるため、一般的に大用字の、アを用いて、アレへと表記する。カタカナで、アレへと表記されることもある。ジム等にある、着脱式ダンベルや、固定式ダンベルは、バーベルのように、短いバーにプレートをはめているものが多いが、他にも、バーとボール状になっている部分が一つになっている、形のものもある。 https://kotobank.jp コロンススララッッシシュュスラッシュワードスラッシュ鉄アレイマイナス576036参考ダンベル体操ありがとうございます